ね。はい。し、そうですね。ベースもやるし、ギターもやるし、ピアノもやるし、最近ちょっと DJ にも手を出してます。でも今時なんで USB ですね。はいはい。そう、 USB 1個あればもうできちゃう時代ですね今。FM 小座 FM 宜野湾をお聞きの皆さん、こんにちは。この時間は10分間、FM 宜野湾に、場所を移しまして、宜野湾スタイルのお時間でございます。早速ですが、本日も素敵なゲストさんに来ていただいております。それでは早速ですが、自己紹介の方お願いします。はい、こんにちは。私は、沖縄市諸見里にある NPO 法人トイトイから来させていただきました比嘉です。よろしくお願いいたします。はい、比嘉さんよろしくお願いします。はい、比嘉さんは今回ですね、とある PR でお越しいただいております。はい、そうなんです。はい、実は9月に沖縄タイムスや琉球新報にも掲載させていただきました。医療ケアのお子様たちをお預かりしている事業所なのですが、はい、今回クラウドファンディングに挑戦しております。はい、そうですね、今回、医療ケアが必要な子たちのための施設を建てるためのクラウドファンディングということなんですが、あ、ごめんなさい、施設も必要な方の人、はい、施設にもなる。あ、そうですね、施設を今建設中なんです。はい、で、今年度、今年いっぱいで建設が完成するんですが、その建設、新たな施設に、発電機を設置したいんです。はい、はい、その発電機に対してクラウドファンディングをお願いしたいなと思っております。発電機のクラウドファンディングということで、はい、このですね、実際医療ケアが必要な子たちにこの発電機がなんで必要なのかというところをお聞きしていきたいんですけれども。そうですね、はい、医療ケアのお子様たちって、はい、まあ、医療ケアこういろいろ考えてみると、病院で点滴をしてたり、はい、点滴のポンプもそうなんですけども、はい、喘息の方たちは、はい、吸入をしたりしますね。うんうん、吸入もそうですし、あと痰詰まりの時には吸引もします。はい、で、私たち事業所に来てくださってるお子様の中には人工呼吸器をつけているお子様たちがいまして、うんうん、で、人工呼吸器っていうものが、はい、電気で動いてるんですが、はい、その人工呼吸器につけている加温加湿器、私たちは空気を鼻から吸って、はい、気道を通って、うんうん、肺にこう新鮮な空気を運んでいくのですが、はい、その過程で実は人間の体って素晴らしいんですが、はい、自然に加湿をしてるんです。うんうんうん、ですが、人工呼吸器をつけてるお子様はこの自動で加湿をさせてくれないんです。はいはい、なるほどですね。で、そこで付属で加温加湿器っていうものがついています。はい、はい、なるほど。この発電機もなんか私たちがその想像するような、まあ、うん、太陽光だったり、うんうん、ガソリンだったりじゃなくて、うんうんうん、ちょっと新しいものなんですよね。そうなんです、プロパンガスで、はい、
稼働する発電機を今回設置したいなと思ってます、はい、実は今ある施設には、はい、ガソリンで動く発電機は、うんうん、整備はしているのですが、はい、ガソリンで動く発電機の場合管理がやっぱりちょっと苦手だわとか、はい、操作するの怖いわとか、うん大変ですよね、そうなんです、そういう方々が、そう、FM、そう昨日にも発電機があって、はいはい、台風の時に出したんですけど、うんうん、やっぱガソリン漏れがあったりとか、うん、ちょっと怖いなっていう、ね、そうなんですありましたもん、ねまあ、とにかく管理が大変なのと今回、はい、大きな台風が来ましたよね、はいはい来ました、はい、我が家も停電しました、うん、そうですよね、その時なんとガソリンスタンドまで閉まってしまったという、ね、今回本当に大きな台風でだいぶ皆さん大変な思いをされたなっては思うのですが、はい、やっぱり医療ケアのお子様たち電源の確保でもう皆さん台風の中この蓄電池を持っている方もその蓄電池の中の電池もなくなってしまったので、はい、それを補充するためにもう何軒かこのはしごで駆けずり回っていたっていうこともお話は聞いております、はい、なるほどですね、はい、強風の中をそうなんです考えると、はい、だいぶ大変な台風でしたからねユニオンまで閉まっちゃってみたいなそうですね本当ですねそうですねこの、はい、何でしょうケアが必要な子たちもそうですし、うんうん、そのケアする側のこの安全にも関わってくるようなものですねはいで今回施設を設置した時に、はい、本当に支援する側も安心してケアをできる環境でありたいなって思ってます、はいはい、で今現在の施設なんですが、はい、結構老朽化が進んでおりまして今回の台風一家族を迎え入れたのですが、はいはい、実は、まあ雨漏りが発生してしまいまして、そうなんです。怖いですね、はい、そうなってくると、はい、なので本当に受け入れ側としても、はい、安全に安心な、うん、環境を提供したいなと思いまして、はい、今回施設を新しく設置しておりますので、うんうんはい、皆様のご協力を得たら、はい嬉しいなと思っております、はい、今回のクラウドファンディングなんですが、はいまあ、9月11日からもう始まっておりまして、はい10月31日まで、はい、ということですが、はい、もう少しで第一目標は達成できちゃうというお話を聞いたんですけれども、はい、そうなんです第一目標250万で、はいはい第二目標を500万としております、はいはい、で今日現在なんと240万お、はい、もう100人以上の方々の支援をいただいておりまして、うんうん、もうすぐ達成できるかなと思っております。で次の500万を目指しながら私たちも頑張らせていただきたいので、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、この何でしょう健全な健康な、はい、この子たちと違いますからねやっぱりどうしても先ほどお話も伺ったんですけど、うん、どうしてもやっぱ環境に左右されてしまったりとか、うんまあ、気温もそうですし、うん、その台風の時にやっぱお風呂に入れなかったとかそうです、ね、その暑いとかもあって、はいはい、その健康な私たちですら大変な、うん、その環境になってしまった時にこういった施設があるということはやっぱりなんか安心につながるんだなと私も思っております、はいはい、さて、はいクラウドファンディングなんですが、うんうん、こちらはそうですねどういった支援の方法があるのかをじゃあここで聞いていきたいと思います。そうですね、はい、NPO 法人トイトイのホームページからも入れるのですが、はい、沖縄トイトイってインターネットなどで引くとホームページに入ることができると思うのですが、はい平さんどうです入れそうです入れそうです今嬉しいです試しております、はい、入れました、はい、そこからちょっと待ってくださいね、はいはい、そうなんですクラウドファンディング挑戦中っていう画面がテラップがあると思うんです皆さんに画面をお見せしたいと思いますありがとうございま す, さあそうです、ね、沖縄トイトイで結構すぐ出ましたね、はい、はいはい出るかなあ出ましたねそうですでツイキャスの皆さんはぜひ見ていただきたいんですけど、はいはい、で真ん中のこのハートマークの、はい、あそ
ね、これですね、はい、はい、そうです。ボマークを押していただくと、はい、はい、そうです。そこから今現在の240万達成しておりまして、支援者が138人ですかね。でもうちょっと本当はいるんですが、ああ、そうなんです、はい、そうなんです。で直接私たちの事業所に、はい、支援を持ってきていただけた方々はそこにはカウントは入ってないので、はい、なるほどなるほど、はい、もっとじゃあたくさんの人に興味を持っていただいているという、はいはい、プロジェクトですね、はい、そうですね。注目をいただいておりまして、はい、本当に感謝いただしております。で目標金額250万っていうところは、はい、これ達成できなかったら皆さんにすべてお返しすることになってるんです。なるほど、はい、なので本来であればもうちょっと第一目標設定をもう気持ち高くしたいなって思ったのですが、皆さんからいただいた支援をどうしても実現したいっていうところで、はい、250万っていうところを設定させていただきました、はいはい、じゃあ残り20秒というところで、はい、皆さんぜひこちらの方ですね、高保さんも、リンクを貼っていただいております。ツイキャスの方にね、沖縄トイトイで皆さん検索しまして、はい、ご支援の方よろしくお願いいたします。この安心につながる場をですね、はい、増やしていただいて、はい、本当にありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございます。